はい、こんにちは、こんばんは。鬼太郎ファミリーの鬼太郎です。今日はヤフオクでね、ジャンクの HP エリートデスク 800G1 タワー、こちらをね落札しましたので、これにね GForce の GTX960 を取り付けていこうと思います。今回落札したこのパソコンなんですけども、部品取りにどうぞということで出品されていました。まあ、その他のね情報もちょっと少なくて、まあ、分かるのは型番、それから HDD がない。あとは第4世代の Core i5 のシールが貼ってある。で、あとメモリが4枚ついていると。まあ、いうことぐらいしか分かりませんでした。動けばラッキーぐらいの気持ちで入札していたんですけども、2400円で落札することができました。落札してから待つこと3日。やっと物が届いたので、早速中を開けて CPU クラを外して、CPU の有無を確認しました。 CPU はちゃんとついていました。それからメモリーも4枚ありました。 PCIe のソケットは4つ、上の黒いのがね、ペケ16、それからペケ1、ペケ1で、下もまあ大きさはペケ16ですけどもね、動作はペケ4ということでした。 SATA ポートは5つ、 DVD で1つ使えますのでね、 HDD を4台取り付けることができます。電源は 320W と非常に小さいです。またね、補助電源用のケーブルがないので、まあ、この辺が、まあ、高性能なグラフィックボードを取り付ける際に非常に大きなネックとなります。それでは起動するか確認していきます。電源を入れるとファンが気持ちよく回り始めましたので、まあ、これはなんとかなりそうだなということで、ほっとしました。まあ、一安心したところで、いきなりビープ音が鳴りました。この時はちょっと焦りましたけれども、この後画面を見てみると、BIOS が出ていました。それでは CPU とメモリー何がついているのか確認していこうと思います。CPU は Core i5 の4570でした。そしてメモリの方なんですけども、4GB と来て、最後に 2GB ということでね、ちょっと残念な結果になりました。はい、ということで動作はね問題なさそうなので、 GTX960 を取り付けて、まあ、Windows をインストールしていこうと思いますけども、ここで、今回取り付けるね、GTX960 について少し説明いたします。今回取り付けるグラフィックボードは、ガラックスの GForce GT960 というね、ものになりますけども、長さがまあ大体18センチぐらいとなっています。で、まあ、補助電源がね、6ピンが1つ必要になって、TDP の方が 120W となっています。このグラフィックボードを使うにあたっては、問題点が3つあります。まず第一に、320W の電源に TDP120W のグラフィックボードを取り付けて電源が足りるかというのがまず一つ。で、二つ目に仮に容量が足りたとして補助電源がないので、これをまあなんとかしなければいけないと。で、三つ目がサイズですね。まあ、ちょっとね、理由があって後ほど話しますけども、まあ、あまり長いものは入りません。まず 320W でね、足りるかどうかっていう問題なんですけども、まあ、これについてはね、実際に取り付けて確認してみようと思います。補助電源についてなんですけども、これについては全所有者がね、解決策を残してくれていました。これはSATA電源ね、2つから、6ピンプラス2ピンに変換するね、ケーブルが取り付けてありましたので、まあこれを使えばね、なんとかなるんではないかなと思います。この変換ケーブルなんですけどもね、実は後で買おうと思ってたんですけども、まあ中見たらね、ついてたんでね、まあ非常にラッキーだったなと思います。3つ目のサイズの問題は、まあ、原因としてね、フロントパネル用の、まあ、USB3.0 のね、ケーブルが、まあ、PCIEX ペケ16のね、すぐ近くにあるということでね、これが当たってしまうので、どうしてもね、長いものが入らないということになります。はい、ということでね、取り付けてみました。まあ、実際ね、ギリギリというところだと思いますけどもね、まあ、これ以上長いものは多分つかないのではないかなと思います。それでは Windows をインストールしてグラフィックボードに、負荷をかけていこうと思います。一応FF14 のベンチとそれからサンディマークをやってみようと思いますけども、まあこの2つをやってみて、
まあ、電源落ちなければ合格ということでいいのかなと思います。 Windows 10インストール後に CPU-Z で確認しましたが、CPU それからグラフィックボードともに問題なく認識されております。サンディマークと FF14 の前に、まあ、定番といえば定番の、シネベンジ R15 でね、まあ、ざっくりと CPU の性能を見ておこうと思います。OpenGL の結果は 92.83fps ということでね、まあこの程度でね、電源足りなくなることはないかなと思います。続いては CPU のマルチとなります。結果は 504cb ということでね、まあ第2世代の i7 にはね、まだまだ遠いですけども、まあ通常使う分にはね、問題ないレベルではないかなと思います。続いてシングルスレッドです。結果は 139cb ということでね、やはりまあ世代が進んだ分だけ、まあ第3世代の Core i7 よりもまあちょっと上ではないかなというところです。続いてサンディマークのファイアーストライクです。これ結構ね、GPU に負荷がかかりますのでね、バッテリー大丈夫でしょうか。問題なく再生できているようです。まあ、この先長いのでね、以下100ということで、結果まで飛びます。無事に最後まで完走できました。ということでね、まあこれぐらいの重さの、まあ、ゲームがあったとしたら、まあ電源が落ちることはないということになろうかと思います。続いて FF14 ベンチです。こちらはタックスマネージャーで GPU の使用率を見ながらやっていこうと思います。ご覧の通り開始早々に GPU の使用率が 100% に張り付きました。まあ、この後もずっとねこんな感じで進んでいきます。言い忘れておりましたが GeForce の GTX960 の推奨電源は 400W ということになっています。まあ、でも320でもまあなんとかなるのかなというようなね、気がしております。GPU の使用率はずっと 100% にへばりついていますけども、まあ落ちる気配はありません。はい、ということでね、これも長いので、以下略ということで結果まで飛ぼうと思います。はい、ということで無事完走しました。この後 FF14 とサンディマークをね、もう一回ずつやったんですけども、まあ挙動がおかしいとか電源が落ちるということはありませんでした。ということで、当初目標の GeForce GTX960 を、まあ、HP エリートデスク 600G1 で使うという目標は達成することができました。ここで電源交換すれば簡単だったんじゃないのというね、声が聞こえてきそうなんですけども、実はこのヒューレットパッカードのパソコンは ATX 電源をそのまま取り付けることができません。で、さらに
電源とマザーボードの接続が 6P になっているので、まあ、変換ケーブルなどをね、用いたりしなければならなくなります。まあ、そういったことをね、考えると、120W 程度のね、補助電源 6P にこれ足りるようなものは、まあ、変換ケーブルを使った方がいいのではないかと思います。以上で動画は終了となりますけれども、最後に、まあ、同じようにね、変換ケーブルを使ってね、補助電源を作ってグラボを取り付ける場合、まあ、誰でもね、できるというわけでもありませんしね、そんな保証もありませんので、やる際は自己責任でやってください。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。さようなら。